よいしょ。はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお祝いにしてもらいたいと思います。本日さんま、あの生さんま、とりあえず喉からやった。あっすあっす。うん、わあ、美味しいね。サンマ、北海道産のね、生サンマ、秋だからサンマ買ってで、サンマと、これしめじレンジでチンして、塩昆布とごま油で、大根の人でしょ。あとこれちょっとおにぎりだから、早速サンマからさ、3匹ある。多分まだちょっと痩せてるね。まあ痩せていますね。まだ仕方ないんだけどさ、痩せてるけど、まあ新物だから、冷凍とかじゃないからね。北海道産の生サンマですから。3匹、398円。おお、大根たっぷりね。たっぷりのせて、醤油をかけまして、たらーっと。ああ、よだれてるな。それでは、サンマいただきます。あ、抜群にうまい。おいしい。うん、生サンマだね。まあちょっと痩せてる感じあるけど、美味しいわ。おにぎり食べよう。でもサンマあるけど、お刺身用では売ってないね。なんかやっぱりアニサキスの影響か。うん、海苔の賞味期限9月10日までだ。どうしよう、たくさんあんのに。なんか賞味期限だよね、気にしなくて。うん、おにぎりうまっ。サンマなんかさ、昔は1匹100円で売ってたような気がするんだけどな。まあいいか。今年はサンマ不漁なのかね。どうなんだろうね、漁の方は。大根しもってるな。うん、うん、おにぎりするんじゃなかったのこれ。普通にご飯でもよかった。
うまっ。サンマからのお肉、なんか外の空気が一気に秋っぽくなったよね、ほんと。なんか風が秋の感じがするんだよ。9月入ったら一気にもう年末気分というか、年末が近づくというか、休み出するよ。年末が近づくとなんか悲しい感じがするよ。これ言ったっけ、これなしね言ったっけ、香水なし。信じられないぐらい大根おろしのせるでしょ。おにぎりちょっと柔らかかったな。加減が難しい。秋になったらサンマ食わないとね。サンマ美味しかった。
美味しかった。だし。うん。久々に食べたらうまいな。上手に向けてるでしょ。梨もさ、リンゴもそうなんだけど、じゃがいもの皮むくみたいにピューラーでむくんだよ。あれが一番簡単にむく、楽で。うん、みずみずしくて美味しい。はい、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。今日はおとなしかったね。はい、いいんですよ。おとなしく食べた。素晴らしい。はい、ごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さよなら。